私たちがラジオ女子です。私の大阪の思い出は修学旅行、ラジオ女子リーダーイメージカラー青色の小松里穂です。はい、愛知県出身、大阪の思い出はバスに乗り遅れそうになって天王寺駅を猛ダッシュしたこと、緑色担当の大谷由香です。はい、愛知県出身、大阪の思い出は暗闇体験、桜色担当の南波瀬奈です。お願いします。岐阜県出身、大阪の思い出はユニバー、黄色担当の水野平奈です。はい、愛知県出身、大阪の思い出はお好み焼き、ミートグリーン担当、そして AD 担当の松浦凛です。お願いします。ちょっとごめんなさい、私の時だけリホちゃんってなかったんで、いいですか。イメージから青色の小松里穂です。リホちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。本日この5名で久々のラジオクラウド収録やっていきたいんですけど、今回は第150回のラジオクラウド配信ということで、なんと今回は2023年5月6日土曜日の CBC 第一スタジオの定期公演での公開収録です。皆さん盛り上がってますか？イエーイ、ありがとうございます。本当に500人くらいね、詰めかけていただいて、ありがとうございます。すごい、4階席までね、ありがとうございます。嘘なんですけど。ということで、今日の公演ではゴールデンウィーク特別企画として、久しぶりにラジオクラウド、私たちがラジオ女子ですの収録をしていきたいと思っております。はい、今日はリスナーさんからラジコイのメールフォームにいただいたメールを紹介しながら番組を進めていきたいんですけど、ラジコイのじゃあ説明リンリン。ラジオ女子のラジオ番組がラジコというアプリで月曜の夜の9時からですよね。第1部、第2部と出ます。温かい。ありがとうございます。いただきました。聞けましたけど、はい、その地上波のね、毎週レギュラーでやらせていただいているラジオのラジコイの方にメールを送っていただいた、メールをもとに番組進めていきたいと思います。じゃあメールテーマ、はい、本日のメールテーマはあなたの大阪の思い出です。はい、おお、大阪の思い出と言ったら、うん、大阪行きましたよね。行きました。遠征、うん、5月3日にラジオ女子大阪初遠征しました。楽しかった。どうでしたか？はい、私は大阪に遠征、うん、ラジオ女子では大阪に行くのは初めてだったんですけども、うんうん、ね、結構メンバーたくさんで行ったんですよ、うん、ライブの時間ももちろんですが、うん、そうじゃない時間にメンバーとみんなでね、たくさんお話ししたりとか、うん、ライブでも皆さんにたくさん盛り上がっていただけて、すっごく楽しい一日になりました。完璧だ。なりました。移動の時に、うん、その移動ってさ、別になんかいつも誰が先頭でとか決まってるわけじゃないじゃないですか、遠足じゃないから。そうそうそう、で結構ね、その帰りにとかに、うん、セナちゃんと私が先頭になることが多かったんですよ、はい、でセナちゃんと私が先頭になった時、いつも逆の方向行っちゃうんだよね。本当は行かなきゃいけない道のね、うん、そうだから、みんなを逆方向に導きました。これが思い出です。うちだって基本的にさ、後列とかでさ、そう、ね、自動追尾機能がさ、搭載されてるから、いつもはね、後列からついていくことが多いんだけど、うん、ちょっと先頭歩いちゃった、ね、歩いちゃったから、そわそわしてたよね。曲がり角が来るたびにそわそわした。そう、二択じゃん。そわそわしてなくない？普通にツンツン、ツンツン曲がって、おーいって、こっちこっちあったね。誰かが呼びに、リンリンだっけ、リンリンが呼びに違ったか、違う、そう、結構誰かがね、思いかけたら、あかりちゃんとか来てくれた。そうそう、定期的にあれどこ行った、行っちゃったよって。そう、なんとかなりましたので、まあ、そうね、そうね、先頭はやめようか。そうだ、うん、真ん中くらい、真ん中くらいします。はい、そうですね、はい、これからは、はい、ラジオ女子でも遠征のね、思い出たくさんあるんですけど、はい、メールね、皆さんから送っていただいて、ね、はい、今日
一番ね、はい、盛り上がった。別にいいやん、セナって書いてるけど私が読んでもさ実にね、ごめん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 、あの、あ、じゃあここ読みますね今日一番盛り上がったメールを送ってくれたリスナーさんにはラジオ女子から大阪のお土産をプレゼントします。欲しい人欲しい人もね、たくさんいたということで、早速メールを読んでいきたいんですけど、メールがね、あるっちゃあるんですけど、そう、あるっちゃあるんですよ、うん、でも、まだまだ来てるはずなんですよね、私の予想では。そうだね。エディリンちゃん、はい、取ってきてもらえるかな。了解です。おー、ちょっとじゃあ、マイクをお願いします。じゃあ、リンリンがメールを出してくれていっている間に、今ちなみに送れば、もしかしたらリンリンが出すメールに間に合うかもしれない。確かに、うん、今送信したら間に合うかもしれない、うん、じゃあ、ま、リンリンと追いかけっこだね。そうだね、どっちが勝つか、あなたが勝つかリンリンが勝つかです、うん、多分送ろうとしてくれてるけど、あのまあでもうちら今から曲披露するんでパパッとなんかいろいろ頼んで、耳はこっち向けてていただいたらいいかなと思います、ね、それでは聞いてください、私の気持ち。Thank you.
ただいたのはラジオ女子で私の気持ちでした。天才ちゃん、はい、中にさ、ご飯入れる？あ、私それ家で、あの、完全別にするか、あとご飯じゃない、パンつけて食べる。パンツ？パンツ。私たちがラジオです。何？いや、なんか、うん、あの、どんだけその前がこういろんなお話をしても、最後の、その、うん、私たちがラジオ女子ですは、まあ、ピシって止めるみたいなのじゃないですか。うん、思ってたよりもちょっとガラガラガラガタガタだったかなと。誰の声だった？あなたの声聞こえたよ。私だったよね、大家でしたよね。聞こえた？なんて言ったか。どっかい？ん？聞こえた？聞き取れたよって人。リスニングか？聞こえてない。聞こえてない。リスニング。多分シチューにご飯は入れるって聞いてたんですよ。多分私この時、私シチューにご飯入れないんですけど。うん、聞いてみたらみんなに。皆さんシチューにご飯入れる人手挙げてください。おお。1割ぐらい？1.3 割ぐらい。そうすごい、ね、少ないよね。じゃあ聞いてください。私多分この時にシチューにご飯を入れるっていうのを初めて知ったんですよ。そういう方も見えるんだなっていうのを初めて知って、多分聞いてみたくなって聞いたら、あのパンって返ってきたから、あの知らない、あの想定してなかった答えが返ってきてあたふたしてるというジンフルでございます。最高だよ。シチューにこの時ご飯入れることを知ったんだ。書いてる。私さ、喋る自信ないからさ、全部書いとかないとさ、うん、そう、パン変化球自分が分かればいいじゃん、ね、確かに。そう、そう、今話せたから満足です。ガって文章で書くよりね、箇条書き書きなさいっていうね、言われるとね。そうです。あの、リンリンがね、はい、まだ戻ってこない。大丈夫かな。大量のメールなのか、開けないのか。心配だね。だってリンリン、昨日コピー機のさ、どこから紙が出るんですかってさ、めちゃくちゃ探してたじゃん。確かに。そのな、第二の関門もあるからさ。あ、出せたけど。すいません、遅れました。ごめんね。遠征のメール紹介します、うん、三重県のボーヤンさん、いらっしゃいますか？いらっしゃいますね。お手手をね、あげてくれてほしいです。匿名かな、匿名かな。そうだね。後ろの人から刺されとったけど、うん、あんただよってやられてたけど。紹介します、はい、大阪遠征お疲れ様でした。ありがとうございます。今回のオスフェス、他のアイドルさんに目を奪われそうになりながら、ラジオ女子の出番までなんとか耐え忍び、いよいよラジオ女子の登場。ライブはリスナーのコール、それに応えるメンバーのパフォーマンス、控えめに言っても最高でした。日帰りでしたが、たこ焼き、お好み焼きも食べ、大阪を満喫できましたとのことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。控えめに言っても最高。控えめに言っても最高。控えめに言わなかったら何なの？なんだ？困ってる。勘弁してくださいけど。楽しい。ごめんなさい。一回目に言わなかったら何？あばばば。あばばばば。どっこい、どっこい最高。どっこい最高。みんな笑え。今日さ、大きめに大きめに。今日風当たりが強くてさ、なんか私だけ。じゃあ次のメールいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。愛知県瀬戸市の水のりさんから。ありがとうございます。いますか、いますかね。はい、手を挙げてください。もうあなたが端っこの席だから。こっち見てもいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジジョちゃん、こんにちは。こんにちは。大阪遠征お疲れ様でした。一緒に遠征させていただき、3日は台湾ではしゃいだ後、梅田散策、翌日は難波散策の後、海遊館に行き、大阪を満喫してきました。いいな。いろいろ思い出はあるものの、一番印象的なのは、両日ともに1万7000歩弱歩いたことにより靴ずれをしてしまい、両足で計4つの水ぶくれが足裏に出てできてしまいました。いてえ。なんだろう。昨日もフェスに行き、1万2000歩を記録しまして、足をさらにいじめてきました。今、椅子がある環境がどれだけありがたいことか。立つ？やめとくか。いじめの。すごいね。1万7000。歩くね。歩きましたね、これは。リンリン、
普段歩かなそうなんだけど歩かないですね。歩かないですか。電車と車みたいな。あ あ, あ大阪、私大阪遠征の日の歩数見たら1万3000歩でした。でもうちらライブやってるからもっとですよね。めちゃめちゃ 足踏んでるよ。確かに。だからリンリンもその日はあのぐらい歩いてるから、どうだ、なんか疲れは出た体に。あ、でもマイクの持ち方やめてもらっていい？レポーターさんね、ね、いっぱい寝れました。え、いっぱい寝れました。え、リンリンさ、だってさ、帰りのさ、あの、みんなで乗った列車の中でさ、列車の中で、列車で帰ったんだ、列車で帰ったんだけどさ、もう足をさ、何、ちょっとね、あの、公開収録なのでリンリンスタイルはね、ちょっと靴脱ぐんですけど、実際も靴脱いでましたよね。脱いでたね。ああ、そう、親御さんに、あとあぐらとくつろぎまくってたよね。隣の宮子もさ、宮子でさ、足をさ、めちゃめちゃガニ股で座る。安定の座る時は別にガニ股じゃなくてええやんって思いながら、うん、私は後ろから見ていました。ね、疲れたのに。疲れたね。お疲れ様。はい、読めるかな。読めない。千葉県みど忍者さんからいただきました。ありがとうございます。大阪の思い出ですね。大阪といったらたこ焼きと、1日で10軒回ってたこ焼きを食べ過ぎてお腹が空かなくなり、旅館の豪華な夕飯が全然食べれなかったことは少し後悔しましたといただきました。すごい、10軒？すごいね。梅田で豪華な夜ご飯食べるつもりだったのに10軒の、その予定はあるってことも自分で知っとったのに。美味しすぎたんだ。ということで、AD を交代のお時間です。はい、リンリン以外の小松、大家、南波、水野でじゃんけんをして、負けた人、リンリンからビブスを受け取り、交代します、はいはい、メールを取りに行くんですよ、今からね。はい、あ、そうです、まだ読みたいしね、うん、あるかわかんないですけど、うん、みんなでメールを取りに行くんだよ。我々は今から取りに行くってことはねえねえねえ、取る人がまあ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 、じゃんけん、じゃあ4人でじゃんけんします。せーの、最初はグーじゃんけんチョキ。おお、すごくない？すごい。ごめんなさい、身内ネタなんですけど、小松大家がグーグーで、はい、水野南波がチョキで、あのリハーサルもこれで今負けた、分かれたので、でリハでは水野が負けました。はい、せーの、最初はグーじゃんけんぽい。はい、最後です。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。おー、ということで、ひなちゃん、いってらっしゃ い, い, しゃい。すごい、でもあの、次の曲の立ち位置とかもリハ通りにできる。助かる、助かるな。助かる、よ、分かってんね。さすがふうな、さすがふうな。じゃあ、ふうなが、いってらっしゃ、うん、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。そして、そうだそうだ、あの次の曲、うん、あの落ちサビ部分が、うん、はい、まだね、まだ決まってないので、じゃんけんでこれを勝った人が、うん、落ちサビじゃけん、せーの、最初はグーじゃけんグー。わー、え、初めてじゃない？結構楽しみにしてたよ。待って、勝って大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫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 、ナンバーこっちだ、みーにゃー。はい、すいません。ということで、ふうながメールを取りに行っていただいてる、行ってくれている間に一曲聴いてください。明日の気分も晴れ、ね。
ただいたのはラジオ女子で明日の気分も晴れでした。ねねりーちゃん、はい、お仕事終わりに癒される一言可愛く言ってください。みんな今日もお仕事お疲れ様。ありがとう。あ、私たちがラジオ女子です。いいねこれ、聞くわ。待って待って待って、今何て言った最後。最後引くわ。引く、え、聞くわって言った。引くわって言った。引くわだと思う人拍手。それもどっちかわかんない。今どっちって言ったか。はぁ、ひふへほーのほグラキンマン。引くわだと思った人拍手。あれわかんない、どっちかわかんない。もういいよ。はぁ、ひふ、じゃあ真実は闇の中で呼ぶ、はい、そうやね。さえちゃんにDM でも送ってくださいということで、ふなちゃんおかえり。ただいまー、間に合いました。ありがとう。あ、ごめん、私たち間違えた。ラジオ女子の小松里穂と大谷由香と南波瀬奈と松浦凛と AD の水野ふうながお送りしているラジオクラウド番組、私たちがラジオ女子です。さあ、メール読んでいきたいと思います。うん、愛知県のさじいさんからです。いますか。いるかな。キョロキョロしてる。はい、いたね。いましたね。はい、大阪の思い出は近鉄の株主優待券なるものを使用して4時間ほどかけて行ったことです。アイドルの握手会やアイドルのライブ多数行きましたが、その全てがこの手段で景色を見ながら旅行気分で満喫してましたね。ちなみに当時は1400円ほどで購入できて、近鉄の終点難波まで行けたんですよね。ナンバーまで行きました。ちょっと私になっちゃう、終点がセナちゃんになっちゃった。未だ忘れられない思い出です。だそうです。安いね。ありがとう。え、全員いいの。株主優待券って知ってる？株っていうものがありまして、そちらを、うん、まあ別に高額じゃなくても一口からでも買えるので、買ったら、株って株式会社ってあるじゃないですか。にそれに貢献してくれてありがとう、その代わりにじゃあ弊社の何かしら商品とかサービスを提供します、これからもよろしくお願いしますっていうのが株主優待券ですね。お、完璧。なんかどこかの株持ってる思ったの。正直めっちゃ高校生の時株で盛り上がってて、友達と株どういうこと。あの、株主だったの。株主になりたいと思ってて、どこの株がいいとか、今の景気的にどこを買おう、そして株主優待券どこがいいんだろうっていうのを友達とすごいディスカッションしてた時期があったので、ちょっと詳しいです。なんか授業でとかじゃなくて休み時間中にってこと。はいはい、じゃないすごいね。自分が狙ってたのはオリエンタルランド、うん、あ、ディズニーのねとかは結構良さげだったんですけど、今ね、あの、社会の情勢的にどうなってるか分かんないんで、またチェックしてみたいと思います。またなんか、あの、変化があれば教えてください。はい、あ、リスナーさんもぜひ教えてください。お願いします。共有してください、はい、株式交流会一緒に株で儲けましょう。やめなさい、やめなさい。いや、動物の森の話だよね。そうですよ、楽しいな、本当に。株のね、売り物の話か。そうそうね。ということで、皆さんたくさんメールありがとうございました。紹介できなかった方もね、たくさんありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今日のベストメール賞を決めましょう。おお、本日のベストメール賞、大阪土産をゲットしたのは、千葉県のミド忍者さんです。おめでとうございます。いらっしゃらないんですけど、はい、ね、優勝商品はですね、じゃがりこたこ焼き味でーす。なーい、みど忍者さんにはどうやって渡す気なのでしょうか。いらっしゃった時、郵送かな。郵送ですか。郵送しますので。だってみど忍者さん、たこ焼きね、10店舗回った人だから。そうやね、佐藤嬉しい。そうですよ、テンポもあって豪華なお食事食べられなかったの、またじゃがりこたこ焼きやってね、はい、お腹いっぱいにしていただけたらなと思います。大阪難波の駅でみんなでね選んだやつですね、はい、どうでしたか。もう終わりますけど、いや、楽しかったです。うん、楽しかった、はい、あの、私とリンリンはね、はい、AD やってみたけど、 AD としてどうだったの。もうパソコンを触るっていうか、あ、メール出す時もね誰も見てないから緊張しました。皆さん、ラジオクラウド公開収録どうでしたか。ありがとうございます。今回
収録したものは、来週中にラジオクラウドにアップされる予定なので、お楽しみに。この後はラジオ女子結婚をお楽しみください。ここまでのお相手はラジオ女子リーダー小松里穂と大谷由香と難波瀬奈と松浦凛と水野風奈がお送りいたしました。せーの、またね。バイバーイ。